したね。あー暑い。こんばんは。これか。よいちょ。はい、皆さんこんばんは、梶由紀子です。トライアングラースイッティング毎週火曜日配信しております。私の、ツイキャス配信でございます。今日もやっていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょっとここがすごいテカってますけど、はい、こんばんは。宮本さん、ひげじいさん、ありがとうございます。今日はですね、夕方にも実は練習配信をまたお届けさせていただいたんですけれども、今日はね放送日ということで、火曜日ということでやっていきたいと思いますよ。先週は実は初めて曜日感覚の喪失によって火曜日に配信できなかったんですよね。で木曜日にやったの。何の音これ、エアコン結構大きい音するんだね。はい、ということでね、先週は木曜日にやったんですけれども、今日はね火曜日。あ、ゆきこさんとくわさん、ありがとうございます。どうしたの、何かある、報告事項あります、大丈夫はい、ということで今週もスタートしていきたいなと思います。今週はね、まあ今日美貌録でアップ、あ、なんもないですありがとう、かいこさんもこんばんは、ありがとうございます。でね、今週は6日に振り返り配信したのか、7、8、9、10、11と何をしていたんでしょうね。ちょっと自分のいつもこれ写真フォルダを見て思い出すんですけどはい、振り返りを行っていきたいなと思います。木曜日はこの配信やったでしょ。金曜日はあれですね、カバーの配信をしたんですよね。読んでみただけです、ありがとうございます。カバーの配信をしたんです。で、TikTok ライブをできるかなっていうのを先日一回ちょっと試しで配信をしたことがあったんですが、なんかね、TikTok とか YouTube のコンテンツ向けにカバーをね、またちょっと再度やってみようかなと思いまして、それのレコーディングの様子を配信しだしたんですよ突然私の細かい音を取りながら歌う配信、私的にはね、ライブペインティングとかさ、絵が完成するのをこう描く人がいるわけじゃない。そしたらさ、レコーディングもライブでいいんじゃねと思ったわけなんですよ。なのでカジライブレコーディング始めてみました。でこれを金曜日と金曜日に、やって、で土曜日にはコーラス配信をやりました。そう、7日に愛子さんの相思相愛の、おお、お茶バッグありがとうございます。夏目さん、ありがとうございます。名古屋からいつもありがとうございます。7日に相思相愛のメインのパートをライブレコーディングして、8日はコーラスパートをライブレコーディングしました。あ、しげさんこんばんは。で9日は実はね、8日にさらっとコーラスレックやるつもりだったんですが、メインよりコーラスの方がむずいのよ、レコーディング大変なのよだから1番までしかできなくて、土曜日に。こんばんは、新曲待ちです。あ、がっちゃんありがとうございます。新曲とはいつもレコーディング配信、レコーディング配信は練習配信見ていただいてるので結露のことですかね新曲、次のリリースは6月の28日に、私の最新楽曲ですね、結露がリリースされます。これね、何かと言いますと、
新曲なんですよ。で、今ね、6月の16日歌うまグランプリというね、コンテストに出演するので、それに向けて練習配信っていうのもやってるの。そう、宮本さんが毎日のようにカジさんを見ている気がすると言っていただいてますが、そうなのよ。だから練習配信もやって、今日も5時ぐらいか6時か6時から7時が多いんですけど、だいたい今日も練習配信やってました。今日は結露と打ち明け花火をやりましたね。だんだんその練習配信については録音してる時に音入ってもいいやっていうことで、前はねマジアカペラで配信してたんだけど、最近はちょっとだけ BG も聞こえるように配信するようになってきています。で、そう、9日は愛子さんの相思相愛の、日曜日だね。日曜日は相思相愛のコーラスレックが完了したということで、これもね1時間半2時間ぐらいかかったよ。あ、クワさん今日の服もいいですねってありがとうございます。今日はギャップなんかね、ギャップの T シャツが一時欲しくって、で一番なんかこう上がるやつがいいなと思って、なんかおしゃれなギャップみたいなのもいいんですけど、こういうなんかギャップならではのデザインというかね、ちょっとなんか毛玉ついてるけど、はい、これギャップならではのデザイン。まあでもこれだけでも可愛いんですけど、やっぱこういう黒い T シャツの時って下派手に行きたくなるんで、今日は赤パンでございますよ皆さん。これは神戸のチキンジョージで昨年開催した私のドクツビカムラインズの千秋楽の時に衣装として購入した赤いパンツでございます。これねあれなのよ、全然見えない、ずっと着てたわけじゃないけどダメージ加工っぽくなってて、ここら辺がちょっと色が薄いの、ちょっと見えるかな。これがなんかね、なんか色あせてる感じが、長らく着てる人みたいな感じでちょっとヴィンテージ感があって可愛いです。お気に。でもなんかなかなか赤いパンツって気合入った時しか履けないかなと思ってたんですけど、まあ意外と使えるかなっていうことで普段使いもしていこうと思ってます。なんかねお洋服結構衣装として買うことが多いんで、派手な色合いとかとっぴなやつが多いですね。でもそれが私だと思ってますのでこれからも派手を推奨していきたいと思います。はい。で日曜日はその相思相愛のレックが完了して、そしてですね、月曜日昨日ですね、そうすると結構毎日ちゃんとやってるな、いろいろと。はい、昨日は、あれです、夜をともしてさんのオープンマイクに参加してきました。私なかなかねこのコミュニティに参加するのが実はそんなにない。オープンマイク、広沢忠さん、白井大輔さん、松本京介さんが主催してるオープンマイクは毎回行ってるんですけど、それ以外にしっかりしたなんかコミュニティがカジカジはあるんですけどね、でもその他にないなと思って、なんかこうコミュニティに入りたいな友達いない人の発言ですけどなんかみんなでワイワイできるのって楽しいじゃないですか。まあでもこのトライアングラーシッティングも一個のコミュニティですけどね。でもまあ自分がこうカジカジも私がね週としていろいろ私のテーマでお話できる回なんですけど、まあまあそのオープンマイクのイベントはみんながこうフラットで、みんなが音楽が好きで、みんながこう楽しめるっていう場面だと思うんですよ。でそれってすごく素敵なことだと思うんですよね。だから私もそのコミュニティに入りたいなと思いまして、ちょっと積極的に参加していってます最近あれなんだってね、月曜と木曜の2回になったんですよね。でもうち木曜日も次はスケジュールがいけそうなんでちょっと行こうかな、ね、行けるところは行こうかなと思っています。なので皆さんもコミュニケーションしに来ていただけるととっても嬉しいです。昨日は、打ち明け花火と
愛してるを弾き語りでやって、であとはネオニートやりましたね。3曲お届けしました。まあ今日もせっかくなんでね、ちょっと最初に乾杯でもしていきながらみんなと一緒に、張り切っていきたいと思いますよ。ということで今日はさっきまで1時間ウォーキング行ってたんですよ。何キロ歩いた？5キロ。何キロ？ 5.6 キロ歩きました。で 5.6 キロ歩いてる間にあれです、ちゃんと私は今日はですね歌詞を書きました。これ1時間ちょいぐらいか。でちょっとなんか久しぶりになんかね、結構日常を切り取った歌詞を書くことが最近多いんですけど、なんかテーマを決めて、そのちょっと最近 J-POP をずっと聞くっていうのをやってるんですよ。SNS 見ていただいたり、私が一番更新してるのインスタグラムのストーリーズなんですけど、そこにね聴いてる曲バーってアップしたりとかしてるんですけど、 J-POP を聴いてたらやっぱりこう王道の J-POP っていうのを久しぶりにちょっと狙って書きたいなっていう風に思ってまいりまして、王道の J-POP っぽい歌詞を今ウォークしながら書きました。だいたいこれでいいんじゃないかなかろうか。まあタイトル変わるかもしれないんですけど、今のところはこう三日月と口約束というタイトルになってます。三日月ってあれなんだって、今日三日月なんですけどね、それを見てはテーマにして書こうと思ったんですけど、まあ新月から始まって三日月って3日目に細い月になるじゃないですか。でそっから半月になるじゃん、あれが上限の月っていうのがこう出来上がっていく時で、上限の月になって、でその上限の月っていうのを弓張り月っていうらしいんですよ。それは愛子さんのカブトムシに出てくるけど、琥珀の弓張り月に出てくるんですけどね。なのでその弓張り月になって、で最後満月になると、それまでが15日。なのでこれストーリー的には18日間の出来事ですね。そう、三日月から次の三日月までに起こる18日間の、ほんならさあれやね、18日目、18日とかでも言うの、18 days とか、タイトルね、もしくはタイトルはいろいろ候補が出てきますね、こういう風にしてると。あ、しんじさんこんばんは、視聴開始送りました、とんでもないです、ありがとうございます、来ていただいて。86さんもこんばんは、ありがとうございます。今日はねさっき5.6 キロ歩きながら1時間ちょいで散歩しながら歌詞書いてた話をしてます。お、ガッちゃんいつも美味しそうな飯テロ写真にメロメロです。ありがとう、飯テロリストやから、うちもう知り合いの間に飯テロリストって言われてるから。でもなんか飯テロリストって最強やと思うんですよね、褒め言葉的に。だから私はこれからも飯テロリストを続けていきたいので、よく飯の写真を撮ってます。今日はね、うちの家はコロッケと昨日の残りのケンタッキーとあとトマトスープでした。今日はね母がなんか晩ご飯リクエストあるって言って聞いてくれたんで、私はトマト味食べたいなと。なんかこの間ピザをね食べに行ったんですけど、テラス席で家族で食べてて、でワンコも小春さんもね一緒に食べてたんですよ。そしたら途中からめっちゃゲリラ豪雨みたいなのが降ってきて、へってなって、本当は白いビスマルクみたいなのを注文してたのよ。チーズソースベースの卵の乗ったピザ、マッシュルームとねを注文してたんですけど、そう、それこそ飯テロのとこにこの間あげましたけど、それを注文をしてて、その後にトマトソースのパスタかトマトソースのピザに行く予定やったんですよ。そしたらさ、めっちゃ雨降ってきたから食べれんかったわけ。だからもうそっから口がずっとトマトソースを求めてたんですよ。でお母さんに今日リクエストさせていただいたですね、トマトスープを作ってくれまして、
ちょっと具ゴロゴロめの、ミネストローネって結構具刻みめなんですけど、まあトマトソースのこうシチュー版みたいな感じのやつを作ってくださった、トマトスープですね、めっちゃ美味しかったです。トマトソース具ゴロゴロ版みたいな、トマトスープとサラダとケンタッキーの残りとコロッケを今日は食べました。最近はでも結構食事に気を使っています。なぜなら毎日きつめの腹筋をしたりとか、運動を、体をしっかり作りたいなと思って、なんか半月ぐらいライブがなかったから、まあライブなくても結局配信してるから毎日こうやって見ていただいてる方もいらっしゃるんですけど、なんかしっかり自分を見直したいな。まあでも睡眠時間とかはもう全然8時間ぐらい寝てるし、あのあれです、夜更かしして昼ぐらいに起きるみたいな完全昼夜逆転型としてやっぱり生活してるんですがね、散歩も夜行くしね、昼行けよっていうことなんですけど、でも昼はやっておきたいことやっとかないと、散歩は夜でもこう気分上がったらいけるけど、あのストレッチとかゴリゴリの腹筋とか結構負荷かかるやつで昼のうちじゃないとできないですよね。この夜の時間にこう頑張って腹筋とかようやらんからさ、だから昼のうちに激しい運動はしてますあ、坂木さんこんばんは、遅れました、全然全然。今は今日やってたことと先週の放送から今日までのことと、さっき 5.6 キロ歩きながら作詞してた話をしてました。珍しくね、久々に J-POP っぽい歌詞書きたいなと思って、あーでも18 days ってこうどう発音するんやろ、ちょっと読ましてみよう。18 days ビールって出てくる、何これ、台湾ビール18 days っていう奇跡の缶ビールがあるのって、へえ。加熱処理をしていない台湾ビール18 days は加熱処理をしていない生ビールのため賞味期限が18日かありません。へえ、そんなんあるんや。なんかじゃあ18 days って曲したらなんかもうあれみたいじゃない、ビールのことみたいじゃない好きな食べ物食べると元気になるね、本当にそうね。私が一番好きなのはもう寿司ですけどね、寿司で18 days、 これ他になんか意味ないんかな。でも18 days って調べたらもうビールが出てきてまうんだけど、あらそうなの、あらあ、でも18じゃないわ、やばいわ、計算ミスやわ。なるほど、違いますね。月の周期って1週何日、月の周期何日ですか。 29.5 日やって、概算でむずいな。じゃああんまり27日15夜でまんまるなるでしょ、そっから15日なのかな。いつもそばに触れられる、明けの三日月ってのもあるね。月は約 29.5 日でまた新月になります。実際私たちが見られるのは28日29日目の月までです。季節によって地球と月の動きにズレがあるため、最後の月が見られる日に違いがあります。明け方に輝いて見るので明けの三日月と呼ばれて、明けの三日月、明けの三日月ってなんかあれだね、明けの三日月とはどういう状態ですか。明け方に輝いて見える、あ、カズさんやっほー。今日ね、あの私の練習配信を初めて初見で見ていただいたんです、聞いてくれたんですね、ありがとうございます。これが今本ちゃんの配信ですで私は今あの
さっき書いた歌詞の話をしてます。さっきあの 5.6 キロ散歩したんですけど、その時に歌詞を書いて、こういう感じでねやってました。まあこれはね、ちょっと今ギャって書き上げれる日って結構こうあれなのよ、日によるの本当に。なんか明日なんかテーマ与えられてバッて書けって言われても書けないと思う。書ける時もあるよもちろん。なんかね、なんやろな、なんかカニカマ食べたくなる周期に似てますかね。あ、キョウさんやっほー、ありがとう。カニカマ一定の時期に食べたくなるんですけど、私ちょっと依存症なんですよ。あのうわ最近食べてないなってなったらすぐ食べたい。あのコンビニで買えるやつです。あのしげさんもこんばんは。あのね、気分のやつしたらば、私が一番好きなのはローソンのからしマヨしたらばです。で2位がファミマの明太子の明太マヨのしたらば、明太マヨの何だっけ、なんとかスティック、魚介スティック、海鮮スティックみたいに売ってるやつ。カニカマビールなってていいよね。もうカニカマもう最高なんですよ。うわ食べたくなってきたよ。ということでちょっとお酒の話が出たところで、今日は私は実はウォーキング前にですね、すでにあの後で飲もうと思って用意していたお酒がありまして、こちらでございます。皆さん白ワインでございますよ。これはイタリアのやつです。私が酒屋さんでさ、ワイン選ぶときってさ、めっちゃむずない、あのあれが、メッセージが書いてるやん、華やかだとかさ、果実味のある、華やかな果実味がある、あとなんだっけ、ミネラル感、え、これバカラのグラスなんかな、違うと思うよ。これはじいちゃん家にあったやつなんですけど、多分バカラじゃないと思うけど、なんとなくこういいよね、ギラギラしてるよね。あ、乾杯、ありがとうございます。乾杯。あ、今やりのりふみの、そう、のりふみさんだと思うのよ。ローソンのさ、したらばってのりふみさんのやつじゃない？昔さ、気分やったと思うのよ。ベリンジャーっていう白が美味しいです。お、それはちょっとぜひ飲んでみたい。ベリンジャー調べるわ。シャルドネやん、シャルドネ、これ、どこに売ってんのやろ。白も赤もあるよね。ワインは鍵付きのケースに入ってるやつ。そんな、あれワイン屋さんで、いや、そんなデイリーなやつはそんないいやつ買えないですよ。これはあれです、あの1500円ぐらいで買いました。赤より白が美味しい、わかりました。ベリンジャーの白ね、ちょっと頭に入れておきます。カリフォルニアワインだってね。ありがとうございます。デイリーなやつで、なんか白とかで、なんか夏ってこうさ、冷やした白ワイン飲みたいんですよ。だからデイリーの白でなんかいいやつあればお聞きしたいですね。これでもなかなか良かったよ。なんて名前かちょっと忘れちゃったけど、また見ときます、ということで、あ、僕はコップが気になりました。コップやっぱこれよね、これね、ね、これはじいちゃん家にあったやつです。アルゼンチンの海剣の城、みんなやっぱいろいろ知ってるんですね。私全然ワインは本当にこうあんまり分かってないの、ね、よ。なんかその文章を見たりとかで頑張って、スパークリングワイン好き、スパークリングワインは甲州の、日本ジャパニーズワインの甲州ってやつがいいよ。あのあれも売ってる、あそこにも売ってるよ、普通にライフに売ってるから。はい、甲州のスパークリングワイン白おすすめです。辛口で飲みやすい、クイッといけます。はい、赤はとりあえずフィノノワールって書いてるやつを言っておけと教えてもらったので、フィノノワールにしがちです。白はなんかこの間ね、母が買ってきたリースリングってやつがね、結構ね美味しかったよ。
ワインは好きやけど詳しくはないですね。私もそうなのよ。だから教えてほしいですね何の話やねんって感じですけど、はい、ということでちょっとねせっかくなんで歌っていきたいと思います。よいしょ。このままずっと酒の話をしていてもねあれなんでね。はい、いよいよですね6月の16日もう来週に迫りました、歌ううまグランプリというねコンテストに私出演をさせていただくんですけれども、そのコンテストで歌う曲をね毎日練習配信しているの。なのでその曲を歌いたいと思います。はあ、危ない。まず1曲目は打ち明け花火から行こうと思います。こんばんは、ありがとうございます。あっという間に季節は過ぎて君と出会った夏が巡り来る。街の色は変わってくのに二人の距離は平行線だ。去年は遠くに見上げてた夜空広がる大きな花。光にもう少し近づきたい、君にもう少し近づきたい。今年の花火は君と見たいなんてほら言ったらはぐらかす。その笑顔も好きだよ好きだよ。今年の花火は君と見るって決めたんだ。高鳴る思いの夜空にきっと打ち上げるよ。さすがに精度上がってきましたね。いいんじゃない。ああこれからは僕の心に咲いた空も彩る花火のように、誰よりも君を照らせますように。今年の花火は君と見たかったのにな。思いと裏腹揺らしが僕らを包む。今年の出てる。ありがとうございます。打ち明け花火と愛してる歌っていきますよ。あ、リースリングもありがとうございます。そうです、甘いです。あっという間に季節は過ぎて君と過ごした夏が巡り来る。街の色は変わってくから僕らもまた少し大人になった。今年の花火は君と見られてよかった。嬉しいねって笑い合える時間が愛しい。今年の花火は君がそばにいるから、あの頃よりももっと輝いて大きな光が花火お届けいたしました。これちょっと余談ですけど、昨日ねあのオープンマイクの時にこれ歌って二人を包むよってもううちライブの時にやるからさやったんですよ。そしたらあの来場してた方が
ちょっと笑ってました。だからやっぱりオープンマイクに来てる時とこうステージでやってる時ってなんかテンション変えないといけないのかなって昨日ちょっと思ってなんか笑われちゃったって思いました。でも私はもうあれだからもうプロフェッショナルの気持ちでねやらせていただいておりますのでいいのよと思っていいのいいのなので気にせず頑張りたいと思います。なんか笑われちゃってちょっとシュンとしましたけどね悲しい気持ち。では愛してる歌いたいと思います。こんな時間に会いたいだなんてバカだなって言っても答えてくれる。そんな時間が僕ららしくてありがとうと愛してるを歌いたくなった。メールじゃ届かない温度で電話じゃ届かないメッセージくすぐったいドキドキを伝えよう。言葉ではちょっと散らすけれど I love you なんて言葉僕らには似合わないな。だけどためにはこんな夜もいいかな。愛してるなんて言葉照れくさくてまいるけどいつもの焼き鳥屋に行ったり安いハイボール飲んでたり何気ない時間が好きなんです。くすぐったい愛を言い慣れた言葉で君へありがとうそれだけじゃ足りないけどどんな時でも笑顔を作ってくれたね。いつもありがとう抱きしめていたならそれは愛してるのさいって突き付いてよ。 I love you なんて言葉僕らには似合わないな。これからは伝えるよ。愛してるなんて言葉照れくさくてまいるけどだけどたまには言い合える二人でいたいよ。こんな時間に会いたいだなんてバカだなって言っても答えてくれる。そんな時間が僕ららしくてありがとうと愛してるを今日も言いたくなった。ということで愛してるお聞きいただきました。あーお茶枠ありがとうございます。わいわいお茶枠50ありがとうございます。かいこさんありがとうと打ち上げ花火は最後の歌いの V サインがいいんですよ。ありがとうございます。いつでも全力投球やか笑われても走ることじゃないとありがとうございます。
ね、励ましてくれてありがとう。本当にカジュキコの世界観が大事です。ありがとうございます。歌うま当日はハンドマイクで歌うんでしょうね。そうなんですよ、歌うま当日はハンドマイクで歌いますよ。もちろんもうセットリストも出してセット図も出してるから。しかしね、今日思ったんですけど、これさ、愛してるの頭入れるかな。なんかクリック入れといてもらった方がいいかな。ちょっと一回やってみていい。こんな時間に自分で押しとったら、わー、ありがとうございます。お茶枠ありがとうございます。16日楽しみにしてます。としげさんありがとうございます。お茶枠50いただきました。ありがとう。かいこさんもありがとう。ということで入られへんよねきっと。これこんな時間に入れるけど緊張しそうじゃない。2曲目聴いてください。愛してる。こんな時間に会いたいだなんて入れるけどやばない。大丈夫かな。2曲目聴いてください。私の中のラブソングで、愛してるお届けしたいです。よろしくお願いします。こんな時間にバンって入ったらさ、うん、こんな時間だからギターの1音目がサインみたいな。開けへん、押せてなかった。こんな時間に会いたいだなんて行けるいけるかな。これでさ、わーありがとうございます。歌うま応援すると、宮本さんありがとうございます。ねえ、みんな応援に来てくれるということでとっても嬉しい。ありがとうございます。これや、ありがとうございます。ということでお茶爆、皆さんありがとうございます。お茶爆、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 歌うま頑張りたいと思いますよ。じゃあ昨日ね歌った曲じゃない曲でしょ、久しぶりに歌う曲やります。レイジーモード、久しぶりだわこれ。今日はレイジーデイ、やる気が出なくて困った日です。たまに来るレイジーモード、いつもは足りない時間も裏切る。ダメだな、ベッドでずっとスリーピング、きっとねもっとフィーリング、約束があれば起きられる。言い訳じゃなくて本当だよ。こんな時抱き合ってたいな、そんなこと考えてレイジーモードの私を感じてる。今日はレイニーデイ、ときめくトップスも決まんないな。たまに来るレイニーブルー、の時間も不公平、どうしちゃった。 Better to the stage、 あっちにこっち feeling、 本質気づけるタイミング、わがままな自分とも向き合えに、単純な言葉ほど何にプスな心も晴れるのに。
閉じて気がついてまだ夢の途中君がいて捕まえてもう離さないで目が覚めて気がついてもう何度目の朝君がいないやっぱりねまだ夢の途中なんか夏っぽい爽やかな感じなんでこっからの季節ねたくさん歌っていけそうかなと思ってます。それではですね、いつも歌ってないやつを歌いたいからこれやろうかな。久しぶりに「いつもより早くウェイクアップして太陽の光を見るんだ」「ほらこんなにも空は広くてこんなに風は心地いい」「ビッグモーニングビッグモーニング」「優しさわからなくなった時余裕ないって気づかせてくれたキャパをオーバーよく聞く言葉もはあ自分のことだとまるでダメだね、ネガティブ押し付けて誰かの笑顔を嫌うような嫌な自分プロファイルしてチューブワンサー見つけたぞさあいつもより早くウェイクアップして太陽の光浴びるんだほらこんなにも空は広くてこんなに風は心地いいビッグモーニング自分が変われば世界は変わるやばい、パソコンの電源があれしそうなんでこの曲終わったらつなぎます。空の青さわからなくなった時体心もうつむいて歩いてた見慣れた道曲がればあだらしいハッピーも見つけられるかも振り返れないぬくもり大切にしようよ優しくなりたいそう思えた自分をさ伝えたいだからさいつもより高く胸を鳴らしどこか遠くに行こうよほらこんなにも愛がそばにある誰も一人なんかじゃない It's so good 気分が変わるアルバム2曲目そうです。 Good morning 口つざめば毎日が輝き出すさあいつもより早くウェイクアップして太陽の光浴びるんだほらこんなにも空は広くてこんなに風は心地いい自分が変われば世界は変わる Peace and see good 気分が変われば笑顔が増える
これも久しぶりです。朝起きて飛び込んだタイムライン埋めるニュース。いつの間に置いてくの聞いてないよそんなトラゲディ昨日買った甘いパンが美味しいって食べられる当たり前じゃないって忘れちゃいけない。いつもそばに君がいて、いつもそばに触れている、ああ大きな幸せ。いつもそばで笑うから、いつもそばで泣いていいよ。君と大事な時間分け合えることが愛しい日々。アルバム3曲目です。そうです、ありがとう。外に出て湿っぽく体撫でてゆく Please この気持ち晴れるまでならいいかな。こんな天気もハンドル握る優しい声、今日はどこに行こうかな。今一人じゃないこと、それだけで幸せ。この声が君に届かなくなったら乗り越えられるのかな。いつもそばで感じたら、いつもそばで抱きしめて、君と大事な時間分け合えることが愛しい日々。ね、過ごした朝Lovely days はしゃいだ午後も Lovely days くれてく夕日 Lovely days 語らう夜も今日もそばに誰かいて、今日もそばに触れ合える、ああ大きな幸せ。いつもそばに感じてて、いつもそばに届けるよ。君と大事な時間分け合えることがありふれた毎日が Lovely day。ということで、あ、しげさんありがとうございました。23時オーバーしましたね。本当だね、あの全然あれしてませんでしたあの時間感じておりませんでした。まあでも10時過ぎから始めたからもうちょっとだけ話そうかなと思いますが、はい、今日は曲をたっぷりとお届けをしてみました。ね、こぼれてなかった、びっくりした。うん、 CD で聴くのもいいけど生歌もいいですね。とライブで聴くのもっといいでしょうね。ありがとうございます。そういうガッチャにはぜひあのライブにお越しいただきたいなと思いますが、次の大阪でのライブはですね、実は明日ありますよ。これはあれですね、あのフリーイベントですけれども、ライブエフェクトというフリーイベントがあります。明日私の出番はですね、見ようか、何時だったっけ、ちゃいけない、てれ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 
これじゃない？6月12日だよね、明日。はい、18時55分からの出番でございます。はい、6月12日、私の入り時間はじゃあ30分前に行けばいいから18時25分ですね。大丈夫だわ、ゆっくり行けるわ。はい、ということで 6月12日の明日18時55分からライブエフェクト、in ナンバーセンター街商店街ビッグカメラ南側特設会場に出演します。で、このライブエフェクトのこの会場になってます、このナンバーセンター街商店街、この日はイベントでちょっとね、その音楽は流れないんですけど、毎日ね私の歌声が実はこの商店街で流れています。ナンバーセンター街の歌というね、ソエンジさんが作詞作曲された楽曲がこのセンター街商店街のテーマソングなんですよ。で、それを私歌わせていただいておりまして、毎日お昼の14時、そして夜の19時の2回私の歌声で、ここは大阪の赤道南のど真ん中が流れておりますので、ぜひナンバーセンター街商店街にお越しの際は聞いていただけますと嬉しいです。そしてこれが6月12日でしょ。で、この次のライブは13日のオープンマイクも頑張ってちょっと夜ともにお邪魔しようと思ってます。で、14日は森山ほのみちゃんとのインスタライブがやります。22時からインスタライブでございまして、15日はループウェイミュージックというイベントです。こちらもライブエフェクトがサポーテッドバイになってるイベントですが、アメリカ村のループウェイというね場所が配信高速の高架下にあるんですよ、イベントスペースです。そこに出演します。カジノ出番17時、トリでございますよ皆さん。30分間ライブをやらせていただきますので、トリでございます皆さん、17時から17時半出演になっております。ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。そしてその次のライブはだいぶ飛びまして、26日ソープオペラクラシックスさんでライブが決まっております。これがですね、ソープオペラクラシックスさんのライブは詳細がどこにありましたかね、どっかにあるはずなんですけど、どこかしらわからない、ちょっと待ってくださいね、少々お待ちください。ちょっと待ってね、あったあった、ちょっと待ってね、7月2日、違う、これや、はい、6月19日、ちょっと待って、日付間違ってない、あ、間違ってるね、びっくりした、もうめちゃめちゃびっくりしました、私がミスったのかと思いました。はい6月26日水曜日、はい、サウンドギャラリーというイベントに出演します。はい、ぜひ、これは私タイムテーブルもらってる、多分まだもらってない気がする、いつもねタイムテーブル遅いな、だから出番が分からなくて、そう、まだもらってないね。はい、6月26日に出演が決定しております。ぜひソープオペラクラシックスさん、しっかりね音響があってライブをお届けできるライブハウスでのライブは、大阪は今月はこれ1本でございますので、ぜひお越しいただけるととても嬉しいです。そして28、29、30は名古屋に行きます。はい、28日はハートランド、そして29日は森山ほのみちゃんとのツーマンライブがございます、堺シーダーズ。そして30日はソヨラスズカシロコで初めてのライブでございます。そんな感じで後半は割とライブもあったりとかで、明日から忙しくなりますね、急にね。前半は本当にこう自分を鍛えるというか見直す時期だったなというふうに思っておりまして、まあ力になったかなと思います。なのでまずはこの歌うまグランプリでグランプリを取りに行きたいと思いますので、6月16日は楽しみにしていてください。で、明日は12日ということで、カジカジオフィシャルウェブファンクラブカジカジの更新日になっております。同時に水曜日ですので、インスタも更新しようかなと思いますが、
オフィシャルウェブファンクラブカジカジでは毎月、月初に、YouTube を使った YouTube ライブでカジカジのメンバーの方と一緒に会議をやってます、歌うまグランプリの楽曲の今回披露する曲もあのカジカジで初めに発表して、であの順番をね決めたりとか相談乗ってもらったりとかしたりとか、なんか新しいことを始めるときであったりとか、私が結構会議という名目で相談させていただいたりとかをしています。この配信が月初に、そして12日に、明日が12日なんで明日なんですけれども、12日にフォト&ムービーレポートといいまして、私の、カメラ&映像スタッフの P さんが、レポートをしてくださっております。で、ライブの写真であったりとか、あとはカジカジでしか見れない映像のドキュメンタリー、いろんなところ で今月というか明日公開の分は名古屋の先月のワンマンライブからなんと5曲も見れるようにしてます。で今ちょっと最終の映像チェックをこれ終わった後にやりますが、はい、それをね明日公開されますので、ぜひカジカジにまだ ご加入でない方はジョインしていただいて、月額555円のところがなんと現在初月無料キャンペーンを行っております。なので普通に入って1ヶ月間は無料で楽しんでいただけます。で今まであのカジカジ限定で公開しているコンテンツもすべてご覧いただけますので、ぜひご参加いただけると思います。嬉しいです。はい、よろしくお願いします。カジカジ会員大募集中でございますよ。皆さん裏情報も結構見れますので、あとはカジカジの限定のインスタグラムがあります。だいたい週2で更新をしておりますので、ぜひこちらも楽しんでいただきたいのと、アカウントは承認制になっておりますので、カジカジに入っていただいて、で承認を私のインスタグラムカジカジリミテッドというアカウントがありまして、そちらに、承認というか何申請を送っていただきますと、私が、カジカジご加入の方って確認ができ次第承認いたしまして、そうするとインスタグラムが、はい、週2で更新されて、画像が毎週3枚ずつ増えていきます。毎週やから週やと6枚かな増えていきます。ライブの写真、ここだけでしか見れないライブフォトを更新しておりますので、ぜひ楽しみに見てみてください。そして毎月24日は新曲、限定新曲を公開しております。はい、リリースに至るまでに、カジはいろいろな曲をねたくさんストックしておりますので、新曲をカジカジ限定で皆さんにお届けを毎月しています。でそこからレコーディングして新曲になる場合もあるし、そこだけでしか聴けずに終わる曲もたくさん実はあるというか、今公開中の曲もそうなりつつある曲もめちゃめちゃありますので、これもねジョインしていただきましたら過去を遡って、見ていただくことできますので、ぜひカジカジご加入いただいて、新曲をねさっき待ってるよって言っていただいたんですけど、毎月ねカジカジでは新曲をリリースしておりますので、ぜひご加入いただいてカジカジで新曲もチェックしていただけるととても嬉しいです。ということで今日もトライアンギュラーシッティング1時間お届けをしてまいりました。ちょっと私のウォークの影響で若干スタートが遅くなってしまい失礼いたしました。今でちょうど1時間ぐらい。